新潜在和歌集は、直線和歌集。二十巻。二条ため、停戦。二十一大集の十八番が目にあたる。千三百五十六年六月十一日、足利高氏の失踪に基づき、五光厳天皇から臨時が下る。武行に三条三次、連書集に二条ため二条溜、ためやき、これ胸光幸らがついた。翌年。 塩文百種として延伸されるも、1358年の高氏の死により、先週が中止になりかけた。しかし、富谷が足利義明を説得して先週が続けられ、1359年4月28日に、四季武装乱、同年12月に、全20巻が完成した。過数は2365種、序文はない。豚手は、春上下。 夏、秋上下、冬、離別、気慮、神儀、恋一から五、増上中下、愛称、経應からなる。雑下に短歌として、長歌、瀬道歌、折空歌、物名、徘徊歌などが収められており、潜在和歌集巻十八、俗潜在和歌集巻七の形式に習ったものとされる。収録歌は二条派や、大覚寺等の人々の日集が多いが、 強国派の歌人も優遇されている。この戦火姿勢は、戦者が二条派の二条ため定めであるのに対して、勅命は、寿命院党の五皇軍天皇から発せられたためとされる。また、冷静派や南朝の人々は礼遇され、武士の歌が多い特徴もある。収録家の歌風は、全体的に伝統的で温闘優美、癖のない平面な歌風と評される。 新潜在和歌集がこれ以降の和歌集に大きな影響を与えた痕跡はない。しかし、直線の発言権と戦者の使命権が朝廷から幕府に移るきっかけを作った直線和歌集であった。ありがとうございます。